読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井博明です。今回は衝撃の結末が待ち受ける話題作、呉勝浩のスワンを紹介します。のどかな日曜日のお昼、郊外にある巨大なショッピングモールで事件は起きました。自作の拳銃を大量に持ち込んだ男が店内で無差別に乱射。ショッピングモールの中を歩き回りながら逃げ惑う買い物客を次々に射殺していきました。死者は21名。現場に警察が到着する前に犯人は自殺。平和な日本を襲った前代未聞の悲劇でした。主人公の高校生泉はその時スカイラウンジという屋上のカフェにいました。従業員を含め10名ほどの人がいましたが、逃げ場のないそのスカイラウンジに犯人がやってきたのに、泉と居合わせたクラスメートの梢だけが助かったことには理由がありました。泉はなぜか犯人から気に入られてしまい、次に殺す人間をお前が指名しろと命令されていたんです。お前が見た人間を撃つ。泉の頭に銃を突きつけ、泉がとっさに視線を向けた先にいる人をドン。恐ろしくなった泉は泣きながら天井を見るようにしていましたが、結局5歳ぐらいの子供を含むスカイラウンジにいたほぼ全員が逃げることもできずに殺され、犯人の男はその場で自殺しました。事件の後、甘すぎる警備体制や警察の対応の遅れなどが指摘されましたが、その後世間のバッシングの矛先が向いたのは泉でした。犯人に撃たれて片目を失いながらも生き残った同級生の梢が週刊誌に対してスカイラウンジで起きていた出来事を告白したからです。犯人に加担して犠牲者を選別していた極悪人、被害者から言って非難の的になってしまった泉。そんな彼女のもとへお茶会の招待状が届きました。集められたのはこの事件に巻き込まれ生き残った5人の関係者です。その目的はこの事件で亡くなった一人の老婆の死の真相を明らかにすること。その人は資産家の母親でした。事件発覚から何十分も経ってから、本来彼女がいたはずのスカイラウンジではなく1階のエレベーターのところで、しかもエレベーターに乗ろうとしている向きで彼女は倒れていました。誰もが犯人から遠ざかろうと考えていた状況から考えて、これはあまりにも不自然。一体なぜそんなことが起きていたのか。5人の証言から真実を推理しようとするんですが、この5人どうやら泉を含めて明かせない秘密を抱えており、なかなか真実を語ろうとしていないみたいです。なぜこの5人が集められたのか、亡くなった老婆の不可解な行動はどうすれば説明がつくのか、そしてあの時本当はスカイラウンジで何があったのか、というお話です。いきなり非常にショッキングな場面から始まるわけですが、痛ましい悲劇の中で犠牲になった人と生き延びた人の間にどんな差があったのか、触れられてはまずい何かがあったのではないか、集められた5人全員がどうやら何かを隠しているんです。このお茶会における心理戦、本当の名前も知らない見知らぬ人々を相手にした腹の探り合い、この緊張感がこの作品の大きな見どころです。主人公の泉はどう考えても何も悪くない。銃を突きつけられて恐怖の中で犯人の指示に従っただけ。それなのに日本中の人々から叩かれ悪者にされてしまった。ただでさえ心はひどく傷ついているのに。その辺は読んでいて辛いし、人間の悪意ばかり垣間見えるお茶会のシーンも含めて典型的な嫌ミスじゃないかと思っていたんですが、なるほど、最後まで読むとそうでもないんだなということもよくわかります。先の読めない展開でページをめくる手が止まらない作品、特に最後の10ページぐらい、なるほどそういうことだったのかというあの衝撃と何とも言えない感動はぜひ味わっていただきたいですね。以上、今回は呉勝浩スワンを紹介しました。 I hope you become a book lover. Adios.